トーマス・ジェファーソンの肖像、レンブラント・ピールが、1800年ジェファーソン流民主主義は、1790年代から1820年代のアメリカ合衆国で、支配的だった二つの政治的概念と動きのうちの一つを表すときに使われる言葉であり、第三代アメリカ合衆国大統領、トーマス・ジェファーソンが、指導者だったので、その名前を冠している。この言葉は、 ジェファーソンがアレクサンダー・ハミルトンの連邦党に対抗して設立した民主共和党を指しても使われることが多い。ジェファーソン流民主主義の信奉者は自作の音、一般大衆を優先し民主主義と政治機会の平等を提唱した。 商人や製造業者の貴族的なエリート主義とされるものに敵対し、工場労働者を信頼せず、また、恐怖感の残るイギリス統治制度の支持者に対する監視を続けた。特に市民としての義務を重んずる、共和制の原則を遵守し、特権階級、貴族政治及び政治的腐敗に反対した。ジェファーソンは、建国の父の中でも、 最も民主的な人と呼ばれてきた。ジェファーソン流民主主義の信奉者は、アメリカ合衆国憲法第一条で、連邦政府に認める権限の条項を狭く解釈していた。アメリカ合衆国財務長官、アレクサンダー・ハミルトンが率いる、連邦党に激しく反発した。初代大統領、ジョージ・ワシントンは、財政的に強力な全国政府を作るという、 ハミルトンの計画を概ね支持していた。ジェファーソンが1800年大統領選挙で当選すると、これを自ら1800年革命と名付け、合衆国最高裁判所は別として、連邦党の長期停落の始まりとさせた。ジェファーソン流民主主義の精神は、 第一政党制と呼ばれる時代の特に1800年から1824年までのアメリカ政治を支配した。この時代は、ジェファーソンの後を、ジェームズ・マディソン及びジェームズ・モンローが継いだ。その原則の提唱者として、著名なものには、マディソン、アルバート・ギャラティン、ロアノークのジョン・ランドルフ、ナサニエル・メイコン、キャロラインのジョン・テイラー、モンロー、ジョン・カルフーン、 ジョン・クイン・シー・アダムズ及びヘンリー・クレイがいた。1830年以後も、この原則は話題に上っていたが、政党の基本的な考えにならなかった。1838年、雑誌編集者のホレス・グリーリーは、ザ・ジェファーソニアンという雑誌を発行し、ジェファーソン・流民主主義の基本原則に対して、実行可能な見解を示し、 大衆は政府に直接向けられたすべての権力、原則及び意見について唯一かつ安全な、よりどころであることを示すと語った。ジェファーソン流民主主義は、下記のような中核概念で表現される。これらは、ジェファーソンと、その追随者が、書物、演説及び立法で表現したものである。ジェファーソン流民主主義という言葉は、包括的なものであり、 命題によっては特定の政治姿勢を好む派閥があった。実際に政策立案の過程で異なる原則が衝突することもあった。さらに1812年に始まった米英戦争でいかがに戦うべきかなど新しい問題に直面した時にその観点が修正されることもあった。この戦争では弱い中央政府と 出身州を離れようとしない民兵の問題が浮き上がった。ジェファーソン派は時として派閥に割れることがあった。ジョン・ランドルフは議会で党を率いた後にオールド共和党あるいは第三党あるいはクイッド派を結成し、ジェファーソンは共和制の中核価値観からあまりに遠くに紛れ込んでいると述べた。ジェファーソンは その副大統領を務めたアーロンバーを信用していなかった。二人は決裂し、ジェファーソンはバーを反逆罪で訴えた。マディソン政権は、米英戦争の軍資金手当てで大きな問題を味わい、陸軍と民兵隊は戦争に効果的に対処できないことが分かり、共和制民族主義者の新しい世代が出現した。彼らはもともと、 ジェファーソン流だったジェームズ・モンローに支持された。その中には、ジョン・クイン・シー・アダムズ、ヘンリー・クレイ、およびジョン・カルフーンがいた。アダムズは1824年大統領選挙で、クイッドから支持を得たアンドリュー・ジャクソンを破って、当選した。それから数年後には次の政党が出現した。ジャクソンが作った民主党は、ジャクソン流民主主義を標榜し、 現在の民主党に続いている。ヘンリー・クレイのホイッグ党は、比較的短命に終わり、現在の共和党に吸収された。その競合した時代は、第二政党制と呼ばれている。アメリカ合衆国の西部への拡張は、それが、ヨーマンのために、新しい農地を生むことになるので、ジェファーソン派の主要目標になった。インディアンを、アメリカ人の社会に取り込むこと、あるいは、 それを拒む部族はさらに西方に移住させることを期待した。しかし歴史家のハンはジェファーソン派がインディアンに対する善意を持っていたとしてもその後テル、白愛心でインディアンの特徴ある文化を破壊したと論じている。ジェファーソン派は1803年のルイジアナ買収でフランスとの取引をうまく取り扱ったことに大きな誇りを持っていた。それは ルイジアナからモンタナまでの広大で肥沃な新農地を解放した。しかし、ニューイングランドで確立されていた政治的利権集団と連邦党は買収に反対した。ジェファーソン派は新しい領土では農業取引に基づき小さな政府で自立と美徳を促すというその理想とする共和制社会というビジョンを維持させてくれると考えた。 ジェファーソン流の本主義者は、アメリカ合衆国の経済が、戦略的商品として工業に基づくよりも農業に基づくべきであると考えた。ジェファーソンは、具体的に、地上で労働する、者たちは神に選ばれた民である。神が選んだのであれば、その民の心情を、かなりのまた誠実な美徳のための特別な貯蔵所としたのである。と考えた。しかし、 ジェファーソン派の理想は、すべての製造業者に反対していたわけではなかった。むしろ、すべての人々は、その生活を支えるために働く権利があり、その権利を阻害するような経済制度は認められないと考えていた。ジェファーソンが恐れたことは、商業と工業が制限もなく拡大して、収入や生活の糧を他人に依存する。 賃金労働者階級が増えることになるということだった。労働者は将来的に独立した投票者にはなり得ないと考えた。ジェファーソンが恐れたそのような状況はアメリカ人が政治的支配や経済的操作に脆弱なままにしておくことになるとみなした。経済学者クレイ・ジェンキンソンが指摘するようにジェファーソンが見出した解決策は 巨大な富の蓄積を阻むものとして累進的、所得税を課し、その資金を仮想階級への再配分に用立てるというものだった。連邦党は強い中央政府を提唱していたが、ジェファーソン派は強い州と地方の政府、及び弱い連邦政府を推奨した。自立し、自治を行い、個々が責任を取るのがジェファーソン派の世界観であり、それが、 アメリカが衆国の独立の基礎となった最も重要な概念だとした。ジェファーソンの意見では地方レベルで個人によって成し得るようなものは連邦政府がすべきではないということだった。連邦政府は全国的また国際的な計画のみにその努力を集中させると考えた。ジェファーソンの提唱する。 小さな政府はアレクサンダー・ハミルトンなど連邦党の面々と大きな意見の対立を生んだ。ジェファーソンはハミルトンがアメリカ合衆国に近権政治を好み強力な貴族政治を生み出そうとしているとみなした。そのような体制はアメリカ合衆国の政治と社会の仕組みが旧世界のそれと変わらなくなるまで大きな権力を積み上げていくことになるとみなした。 ジェファーソンは当初会議的だったが、アメリカ合衆国憲法批准を支持し、特に抑制と均衡をもんじることを支持した。権利焦点、特に修正第一条の批准は、憲法に対する大きな信頼を与えることになった。ジェファーソン派は、憲法第一条に謳われる、連邦政府の権限について、厳正な解釈を好んだ。例えば、ジェファーソンが、 チャールズ・ウィルソン・ピールに宛てた手紙で、スミソニアン研究所のような国立博物館は、素晴らしい資源であるが、そのような計画を建設し維持するために、連邦政府の資金を使うことは、支持できないと記していた。今日の、厳正解釈は、この、ジェファーソンの見解から流れを組むものである。ジェファーソン・流民主主義は一人の者が操作したものでは、なかった。地方や、 州の多くの指導者、及び多くの派閥がある、大きな政党であり、常にジェファーソンと、また、党員の中で互いに意見が一致しているわけでは、なかった。ジェファーソンは、その敵対者から守備一貫性がないと非難された。オールド共和党員はジェファーソンが1797年原則を、放棄したと言った。ジェファーソンは、国家の安全保障への関心が急務だったので、 憲法を修正するのを待たず、ルイジアナを購入する必要があると考えた。また1807年通商禁止法では、連邦政府の権限を拡大した。自身が、合詞のプランテーション所有者であるにもかかわらず、ヨーマンを理想化した。その哲学と実行面の不一致は、多くの歴史家が挙げていることである。スターロフは、ジェファーソンが、 元々のロマンチストであるためだとしている。ジョン・クイン・シーアダムズは、それが純粋な偽善の権限、あるいは、原則の柔軟性であると主張した。ベーリンは、ジェファーソンの中の矛盾を表すものであり、急進的エウトピアの理想化と、頭が固く、巧みで時には、ズリー政治家が同居するものとした。しかし、ジェーン・キンソンは、ジェファーソン自身の失敗、 パイが今日の思想家にジェファーソンの理想を無視するように仕向けたとすべきではないと論じた。ヨーロッパの貴族で民主主義に反対するクーネル・トレディンは、ジェファーソンが民主主義者ではなく、実際にはエリート階級による統治を信じていたので、ジェファーソン流民主主義は誤った名付け方だと論じている。ジェファーソンは現実に人格と知性のエリートによって統治される。 共和国を夢見た、農本主義ロマンチストだった。と語った。歴史家のショーン・ウィレンツは、人民に奉仕するために選挙で選ばれた実務的、政治家としてのジェファーソンは、自身の抽象的な立場に固執することなく、解決策について交渉する必要があったと、論じている。2006年。その結果は、未経験の出来事に対する柔軟な反応。 通常の勤勉なアメリカ人大衆に機会を拡大することから原則的な戦争回避まで幅のある理想を追求することだったとしている。歴史家たちはジェファーソンとハミルトンの間の対立をアメリカ合衆国の政治、政治哲学、経済政策及び将来の方向に関する象徴的なものとして捉えてきた。ウィレンツは2010年に 学者の指示がハミルトンに傾いていることを次のように指摘した。近年、ハミルトンとその評判は学者の間で決定的な評価を得てきた。学者たちはハミルトンが近代的自由資本経済のビジョンを形作ったものであり、動的な連邦政府を勢力的な実行力で舵取りしたものと描いている。対照的にジェファーソンとその一党は ナイーブで夢見る理想主義者として評価されるようになってきた。多くの歴史家が評価する中でも、ジェファーソン派はアメリカをヨーマンの理想郷に変えようとして、資本主義的近代化の本流に抵抗した反動的理想主義者という評価が良い方である。最も悪い評価では、西部をインディアンから取り上げ、奴隷制度の帝国を拡大し、政治権力を 地方の手に置いておこうと望んだ、奴隷制度擁護派の人種差別主義者であり、さらには、奴隷制度の拡張を奴隷所有者の人間資産に、対する権利を保護しただけだとしている。マイケル・ケイジン、エトール・エズ・ザ・コンサイス・プリンストン、エンサイクロペディア・オブ・アメリカン・ポリティカル・ヒストリー P149 ・ジェームズ・ジェイ・ホーン、ヤン・エレン・ルイスアンドピーター・エス。 アニアフ、エズ、ザ・レボリューション・オブ・1800、デモクラシー・レース、アンド・ザ・ニュー・リパブリック、ハット・ランドルフ・アズ・ザ・ジェファーソニアン・リーダー・イン・コングレス、フロム1801から5、ヒ・レーター・ブローク・ウィズ・ジェファーソン・ビコーズ、ヒ・ーソート・ザ・プレジデント・ノー・ロンガード・ヒアド・ツー・ザ・トゥルー、ジェファーソニアン・プリンシプルズ・オブ・1798、デビッド・エー・カーソン、ザット・グラウンド・コールド・クイ・リズム、ジョン・ランドルフ、 S.O. is the Jefferson Administration, Journal of American Studies, April 1986, Vol. 21週1 issimo,、ピアニッシモ71から92 Wright, Review, 22, 4, issimo,、ベンジャミン・エフ・ライト、The Philosopher of Jeffersonian Democracy, アメリカン・ポリティカル・サイエンス・レビュー Vol.22、No.4、ピアニッシモ、870から892、J.Star Hutt, カルフン・アズ・エレプレゼンタティブ・オブ・サウス、 アトランティックリパブリカニズムクロースリーフォロード、ジェファーソニアンシームズセズ、H.D. チー・ク・ジュニア、カルフンポピュラールール、ザ・ポリティカル・セオリー・オブ・ザ・ディスクイジションディスコース P、10、シー・オル・ソー・ピアニッシも38、40、エディトリアル。ザ・ジェファーソニアン1838ボリューム 1P287、ハットランス・バニング、ジェファーソニアン・パースエージョン、 Evolution of, A Party Ideology Pianissimo 7990, Noble, E. Cunningham, The Jeffersonian Party 2 1801, A Study of the Formation of, A Party Organization, Hot Scene of We Lens, The Rise of American Democracy P138 から 39JFLEELPA3AJA Newman, Either in Law or Politics, ジョン・ベックリーザ・ソーシャル・オリジンズ・オブ・ポリティカル、キャンペーニングジャーナルオブ・ザ・アーリー・リパブリック、ボリューム16、ナンバー4ピアニッシも531から569インジェスターハットエルキンズメキトリック CH5 ウォレスヘッドルザ・ペキュリア・デモクラシーサザン・デモクラッツ・イン・ピースシビル・ウォー・ピー15ハットバニング・ピアニッシも155ハットフィリップ・ハンバーガー セパレーション・オブ・チャーチ・アンド・ステート、ハット・ロバート・アレン・ラットランド、ザ・バース・オブ・ザ、ビル・オブ・ライツ、1776-1791、バニング・ピアニッシモ264-66、バニング・ピアニッシモ255から66から3、ジェファーソン・レター・ツー、ジェームズ・マディソン、セプテンバー6、 1 7 8 9 h t m, hat, t p o d u r r e d t l a g n l u s a p, tj3, writings, brf, heffel81, htmhatloyjhaneuel.Anote on the Educational Work of, Thomas Jefferson, History of Education Quarterly, Winter 1969, Vol. 9 issue 1 ピアニッシュも64から72インジェスター、ハット・アール・ケント・ニュメイヤー、ジョン・マーシャルザ・ヒロイック・エージ・オブ・ザ・シュプリーム・コート、ハット・ロバート・ W ・タッカーデビッド・シー、ヘンドリックスン、エンパイア・オブ・リバティ、ザ・ステート・クラフト・オブ、トーマス・ジェファーソン、ローレンス・エス・カプラン、インタング・リング・アライアンス・ウィズ・ナン、アメリカン・フォーリン・ポリシー・イン・ザ・エージ・オブ・ジェファーソン、ハット・トッド・エステス、ザ、 ジェイトリー・ティディベート、パブリックオピニオン、アンドザエボリューションオブアリーアメリカンポリティカルカルチャー、ハットマイケルハート、ジェファーソンアンドデモクラシー、アメリカンクオータリー59.141から78、クオートン P63 メリル d ーターソン、トーマスジェファーソンアンドザフレンチレボリューション、トークビルレビュー、ラレビュートークビル、ヤン1987、ボリューム9。 ピアニッシモ15から25ハット、バニングピアニッシモ292さん、ノーブル・ボールズ、カニングハム、ジュニア、フワー・ーザ・クイズ、イン・ザ、ミシシッピ・ーバレーヒストリカル・レビュー・ボリューム50、ナンバー2、ピアニッシモ252から263イン、ジェスター。リチャード・ピー・マッコー・ミック、ザ・セカンド・アメリカン・パーティ・ーシステム。 パーティーフォーメーションインザ・ジャクソニアンエラ、ベルナール・ W. シー・ハン、シーズ・オブ・エクスティンクション、ジェファーソニアン・フィランス・ロピー・アンド・ザ、アメリカン・インディアン、ハット・ユニュース・ピー・ロドリゲス、ザ、ルイジアナ・パーチェス、A ・ヒストリカルジオグラフィカル・エンサイクロペディア・ハット、ホワイト・リチャード、イっつぃはミス・フォーチュンナン・オブ・マイオウン、A ・ニュー・ヒストリー・オブ・ザ、アメリカン・ウエスト、ユニバーシティ・オブ・オクラホマ・プレス、 P. 六十三、ISBN 零から八ゼロ六一二三六六四、HTTP コロンスラッシュスラッシュブックス。google.com スラッシュブックス、ID、イコール LCF 八 F 九十三、CC ハットトーマスジェファーソン、ジョン P フォーリー、エド、ザジェファーソニアンサイクロペディア、A コンプリヘンシブコレクションオブザビューズオブ、トーマスジェファーソンクラッシュファイド、アンドアレンジドインアルファベティカル。 オーダーアンダー9ザンドタイトルズリレーティング2、ガバメント、ポリティクス、ロー、エデュケーション、ポリティカルエコノミー、ファイナンス、サイエンス、アート、リテラチュア、レリージェスフリーダム、モラルズ、エトセトラ、ファンク&、ワグナルズ・カンパニー、P323、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id=2d レイギャージ&、 ピコグラムイコール PA5322010 年3月26日、閲覧。ジェンキンソン、ビカミング・ジェファーソンズ・ピープル、P27 ハット。ジェンキンソン、ビカミング・ジェファーソンズ・ピープル、P26。ジェファーソン、ザ・ジェファーソニア・ンサイクロペディア。テーゼ・レベニュース・ウィルビー・レベド・エンタイアリー、オンザ・リッチ、ザ・リッチ・アローン・ユーズ・インポーテッド・アーティクル、アンド・オンディーズ・アローン・ザ・ホール・タックス。 of the general government are elevated, the poor man pays.not a, for zengu of tax to the general government, but, on his sort, and should we go into that manufacture also, as is probable, he will pay nothing, abc ケッチャム 259ab, ジェンキンソンビカミング・ジェファーソンズ・ピープルピアニッシモ3638パドリグライリー ノーザンリパブリカンズ＆サザンスレブリーデモクラシーインザエジオブジェファーソン1800から 1819P161 ロバート M ジョンストンジェファーソン＆ザプレジデンシーリーダーシップインザヤングリパブリック P44 シタラフハミルトンアダムズジェファーソン P285292 ベルナールベイリントゥビギンザワールドアニュ ザ・ジーニアス・アンビリュアティーズ・オブ・ザ・アメリカンファウンダーズ・ P38 ベイリン・ P45 ハット・ジェンキンソンビカミング・ジェファーソンズ・ピープル・ P8 エイリク・フォンク・ウナルト・ラジン・リバティオ・アイコーリティ・ザ・チャレンジ・オブ・アワータイム・ p 7トシーン・ウィレンツ・ザ・ライズ・オブ・アメリカンデモクラシー・ジェファーソン・ツー・リンカーン・ P136 シーン・ウィレンツ・ブック・レビューズ ジャーナルオブアメリカンヒストリーセプテンバー 2010V972P476 ありがとうございます